山梨県立図書館は山梨県甲府市にある山梨県立の図書館である。1930年に竣工した初代図書館施設。1970年まで図書館として使用し、後に県庁別館として使用されたが2010年に解体1970年から2012年6月まで使用されていた2代目図書館施設。 現在地へ移転後建物は解体され現存しない甲府市立図書館とともに第二次世界大戦前から存在する公共図書館で1900年に山梨県教育会付属図書館として開館した1930年に根塚一郎の寄付により県庁舎構内に新館が建てられ1931年に山梨県立管轄となり 現在の名称に改められた。戦中には、甲府空襲よる戦災を免れたものの、1945年には、GHQ 参加の山梨軍西部により建物が摂取され、蔵書は、県会議事堂地下や甲府工業学校武道場へ移された。山梨軍西部の主導で、広崎大学図書館長であった、三谷栄一が新館長に迎えられ、 1950年には、接収解除により変換された。1970年に、山梨県庁舎構内より平和通りを挟んだ二丁目、一転。当時先進的図書館建築のパイオニアとして知られていた、鬼頭あずさの設計により新しい県立図書館が建設されたが、2000年代になると老朽化や、蔵書数増加による収蔵スペースの確保が、 懸案事項となり、2012年6月10日の業務を最後に閉館され、その後建物は解体された。なお、跡地は、甲府市洋金庫に土地交換という形で売却され、2015年9月より、同信金の本店が移転営業を開始した。その後2012年6月11日から11月10日までの長期間にわたり移転作業のため休館し、 11月11日に、現在の場所へ開館。地上3階建て、地下1階建てで延べ床面積は1452平方メートルと、旧図書館の2倍以上になった。施設は、蔵書、閲覧コーナーの他に多目的展覧会場やカフェ、多目的ホールが設置されている。移転後の新館長には、作家の後田高が就任した。2018年度からは、 近代地秀穂が就任し、後田は名誉館長となった。図書館法の制定により、市聴覚ライブラリーの整備や、移動図書館、地域読書会や、他の公共図書館との連携事業の実施、壁地小学校への貸し出しなどサービスの拡充に努めている。また、戦前からには、郷土資料の受け入れを行い、収蔵資料は、 公衆文庫として修正され、郷土研究の拠点にもなり、2005年には、山梨県立博物館の開館により館された。また、昭和初期の弁士、梅村紫清求像の映画関係古書、梅村文庫を所蔵している。山梨県立図書館は、戦前から山梨県に関する多くの郷土資料を受け入れており、公衆文庫として修正されている。山梨県では、 明治後期から大正期にかけて郷土への関心が高まり、県内の政治家や実業家の間では、郷土史の探求を趣味とする者も,も現れた。中でも公衆財閥の中核として、山梨県内の政財界において影響力を持っていた若尾家三代目の若尾金之助は1915年に民間の収支事業として、山梨県史の編纂事業に着手した。 山梨県市の編纂事業では、県内の休暇や、自社所蔵文書、県庁所蔵の行政文書や、古記録などを調査し、資料が修正されていた。山梨県市は、観光寸前まで進んだが、1923年の関東大震災の影響と、昭和期の若桶の没落で中座する。山梨県市には、県内の多くの郷土市屋が参加するが、 1919年には、中駒郡、豊村出身の三資業者であるくぬぎ亀内が、山梨県市編纂委員の土屋加藤と知り合い、くぬぎは、若尾資料を引き継いで整理を行い、さらに県内や関東地方において、独自に、山梨県の京都市に関する資料の収集を、行っている。若尾資料は、東京のくぬぎ邸に置かれていたが、戦時下には、山梨へ移される。 戦後の1948年には甲府で古書店を営んでいた郷土市屋の萩原頼平が収集した庶民資料を中心とする来世文庫が山梨県立図書館に受け入れられる。さらに1951年にはくぬぎ亀内の所蔵する若尾資料を受け入れ正式に公衆文庫となる。さらに翌昭和27年には 山梨県庁に保管されていた江戸時代の県知庁や村明細町、明治以降の戸籍帳や行政文書、新聞や雑誌類の資料が移管され、上野ローラ担当職員も配置された。公衆文庫は、近世、近現代を中心とする文献や行政文書を中心とするが、古記録から民具などの民族資料や生活資料などに至る幅広い資料が含まれている。 公用文化やは公衆文庫本、海の国史の写本や貝海の国絵ずるいをはじめ、果樹栽培や養蚕、軍内式など海国の産業史に関わる資料や、歌舞伎など遊芸文化に関する錦絵や、番付などの文化資料、明治期の海中新聞などの新聞資料の他絵時の、公衆マスや公衆金の現物などがある。また、公衆文庫には、 公衆文庫と記された変額が現存している。これは昭和5年7月の年期が記された木彫りの変額で中村不施設の筆による。現在は山梨県立博物館に移管されている。山梨県立博物館では公衆文庫を含めた収蔵資料約20万点がデジタル化され館内の利用者端末とマイクロフィルムリーダーで マイクロフィルムとデジタル資料の公開を行っている。マイクロフィルムに関しては、現在の山梨県立図書館でも公開を行っている。ただし、これらのサービスは、山梨県立博物館館内のみの利用が可能で、インターネットによる公開は実現していない。広域返却を付したサービスを受けるには、図書館利用カードが必要。ありがとうございます。